東の物語、東の物語、東の物語は、柳田国のが明治43年、1910年に発表した、岩手県東の地方に伝わる、逸話、伝承などを記した、説話集である。東の地方の土淵村出身の民話収集家であり、小説家でもあった、佐々木紀前より語られた、東の地方に伝わる伝承を柳田が引き、編纂する形で出版され、 あとかり式き、1909年、石上問道1910年と並ぶ柳田の初期三部作の一作、日本の民俗学の先駆けとも称される作品である。唐の物語における唐の、あるいは、唐の号とは、競技には、反政時代の旧村が、明治の町村制によって編成された、唐の、松崎、綾織土淵、ふ馬牛、上里、おさすが、講義には、 神平軍宮守村、釜石市、橋野町、上平軍大土町、下平軍河合村などの隣接地域も含まれ、その地で起きたとされる出来事も取り上げられている。内容は天狗、河童、座敷当時など妖怪にまつわるものから山人、真夜日が、神隠し、臨死体験、あるいは祀られる神とそれを建て祭る行事や風習に関するものなど多岐にわたる。 作成過程で三つの原稿が存在し、佐々木の話を都度書き記す形で作られた草稿に、当たる、毛筆本、実際に、東のに赴き、自ら得た見聞を加えて、人名、地名、数字などの事実関係を補完して作られた聖書本。毛筆本の段階では百七話であったが、聖書本の段階で十二話が追加され、百十九話となった。 そして聖書本をもとに書稿が印刷され、書稿を再考し、一部不正字となっていた固有名詞などに手を加えられ、完成本となった。これら三つの原稿は、長野県の元衆議院議員、池上隆介が1932年に石上問答の刊行に対する記念として、石の特集号を発行した際、織口忍近代地京介らの署名を入れた。 特捜本を柳田へ送ったことに対する謝礼として、柳田より池上へ送られた。池上の没後の1991年に、遺族より、東野市へ寄贈され、それ以降は、東野市立博物館が保管している。東野物語の反響により、昭和10年、1935年には、各地から寄せられた、周囲299話を追加した、東野物語像補版が発表された。 当の物語、下染及び、佐々木紀前先生とその業績によると、柳田が、水野洋州の中立ちで、佐々木紀前と初めて会ったのは明治41年、1908年11月4日。学校から帰宅した佐々木のところに、水野が訪れ、連れ立って柳田を訪ね、当の物語に関する話をして帰ったと佐々木の日記に記録されている。日には柳田が、 佐々木の下宿を訪れ前回の聞き取りに過失を加え、十八日には、再び、水野と佐々木が柳田を訪ねて、夜更けまで聞き書きが行われた。二十五日付の佐々木へやってられた、柳田の手紙には十二月以降も二日に会いたいという、内容が記載されていることから、佐々木が翌年に一月から三月まで当の駅教した、期間はあるが、初夏までの間に月に一度程度の頻度で数回、 行われたであろうことは、明治四十二年四月二十八日に、柳田邸で行われた、お化け会の記事からも推測される。序文の日時と事実に相違があるが、これは、記憶違いではなく、詳細は不明であるが同時に進行していた、あと仮式の観光の後に位置づけたかったとの柳田の考えがあったのではなかろうかと考えられている。柳田国夫が初めて、 当の訪れたのは明治四十二年、1909年8月23日の夜のこと。8月22日、日曜日午後11時、上野初海岸周り青森行きの列車に乗った柳田は翌23日に到着した花巻駅で下車。人力車に乗り換え、矢沢村、土沢、宮森と経て、増沢の沢田橋の田元にあった。 木造三階建ての宿屋で食事と人力車を乗り継ぎ、東野に到着したのは夜の八時であった。柳田は、東野では公然旅館に宿を取り、主人の高橋善次郎から馬を借りて、井上角谷佐々木禅を訪ね、南部下所園の地などを回ったが、これらの日程には諸説存在しており、定説があるわけではない。ここでは便宜上、 岩崎敏夫による説を、主として、解説を行う。二十四日の朝、鍋倉神社近くにあった上兵軍役所を訪ね、軍内の説明を地図をもらい受け、まず、土淵村山口の佐々木貴前宅を目指した。あいにく貴前は、東京にいたため不在で、家には、養母の一頭場の福よがおり、柳川来いを伝えると、二人から土淵村で助役を務めていた。 北川清を紹介された。来た道を1キロメートルほど戻り、訪れた北川家で清より話を聞き、翌日、真の代わりに、不馬牛小学校で教員を務めていた息子のマスミが、不馬牛まで柳田の案内をすることになった。その日の晩には、深夜式まで井のう角を訪ねているが、井おさむは不在であった。 25日、北川真澄の案内で、早知根山道を通り、不馬牛にたどり着いた柳田は、上柳の不馬牛役場を訪れ、役場初期の松崎小太郎と、不馬牛小学校から呼び寄せられた、福田圭次郎の二人より、不馬牛村成立や歴史について聞き、不馬牛の源流の一つである、東善寺跡へと案内された。帰りは、石羽から大袋を通り、その道すがら、 菅原神社で鹿踊りが行われているのを目撃し、また掲げられた向かいとろげに旅情を感じ、押し峠へと入っていった。宿に戻ると井上が訪ねてきたということであったが、不馬牛を立った時点で黄昏時であったので宿に着いたのは夜の八と推測され、すでに遅い時間であったことからこの日はそのまま休むことにした。二十六日には先日宿を訪ねてきた。 新屋敷の井上の,の家を訪問し、井上の,の台湾研究に関する研究資料、及び、阿蘇沼後輩期や、旧時期といった塔のに関する資料、お知らさまや、雨風祭りの藁人形、あるいは、塔の周辺に伝わる妖怪に関する現象や、住人たちの生活のあり方を聞いた。十七日に、井上は公然旅館まで再び出向き、柳田を南部断尺庭へ案内し、 屋敷の保守に当たっていた、及川忠兵、郷土資料家の鈴木吉十郎の案内で、男爵家に伝わる、古文書や受け継がれてきた宝を見た。その後、昼過ぎに、人力車に乗り、来た時とは異なり、下組町からあたご橋を渡り、綾織村の小峠を越えて日詰街道を森を変え、向かった。後の、現代随想全集で、帰りに、横手から、 五色温泉に遊ぶと十回されていることから、森岡から秋田へ行き、帰郷したのは三十一日とされている。上記の説のほか、東野に到着した翌日の二十四日にまず、伊能を訪ねたとする説。山口の佐々木家を訪問し、土淵村山口から、不馬牛に出る時でした。あそこは、南武港の寺があるんで、それを見に行ったのです。ちょうど獅子踊りなんかしてましたという。 民族学と岩手における記述から、土淵から、不馬牛へ向かったと推測し、一連の工程は25日に行われたとする説。当時の柳田の立場を考慮すると、軍役所に立ち寄って何もなく、送り出されるのは不自然であるとし、軍役所に立ち寄ることはなかったとする説。あるいは、遠野を離れたのは26日であったとする説などが存在する。 1910年6月350部が印刷者は今井仁太郎印刷所は協林社で発行書はなく自費出版として刊行されたこれらは後仮式と同じであるが売りさばき書として主制を、田中松造が挙げられ販売されている第1号は佐々木へ送られ2号は柳田本人用であった柳田の前著である石上文堂は 難解だったためかあまり売れ行きがかんばしくなかったのに、対し、塔の物語は、わずか半年ほどで、印刷費用を、ほぼ回収できた。200部は柳田が買い取り、知人らに寄贈し、寄贈者では、島崎藤村や田山家対、泉鏡花が、積極的な書評を書いた。塔の物語を購読した人たちには作家に、芥川龍之介や方熊楠、水野洋州らがおり、 ニコライネフスキー、柴田上恵、小田内道俊など学者にも高読者がいる。特に芥川は本庁購入した当時19歳で、あったが親友に宛てた書簡に、この頃柳田国吉の党のこというを読み大変、面白く感じこうと書き綴っている。当時はあくまでキーな物語を詩的三文で綴った文学作品として受け入れられた一、田山加井や島崎藤村などからは、 そやを気取った贅沢あるいは道楽に過ぎない作品といった批判的な見方も見られた。民間伝承に焦点を当て、気を照らうような改変はなく、聞いたままの話を編纂したこと、それでいながら文学的な独特の文体であることが高く評価されている。現行の文庫版は、新潮文庫、岩波文庫、角川ソフィア文庫、周永社文庫で重版。 初版復刻本、東の物語名著復刻全集、日本近代文学館監修、発売、ホルプ、審判1984年も重版されている。東の物語には、匿名の人物だけでなく、実名の人物が多く登場する。佐々木紀前周辺の人物を中心に、実家がある山口村や、近隣の大技の人々の逸話が多い。 当の物語関連係図、旧土淵村大技、山口、現冬の四土淵町山口。旧土淵村大技、土地内、現冬の四土淵町土地内。旧土淵村大技、柏崎、現冬の四土淵町、柏崎。旧土淵村大技いいで。厳冬の四土淵町いいとよ。旧土淵村大技、土淵、現冬の四土淵町、土淵。 旧東野町、厳東の市中心部。旧上里村、厳東の市上里町。旧松崎村、厳東の市松崎町。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。